こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、視聴者さんからいただいた質問に答えていきます。今日はこれのお話をしていきます。本当はあまりこういう話ってしない方がいいっていうか、なんか世の中の風潮的にその出る杭を打たれるっていうか、なので普段はそういう話をしないようにしてるつもりなんですけども、結構視聴者さんからいただく質問の中に、私ってもともと性別男だったわけだから、その性別系の質問が6割だとしたら、だいたい残りの4割近くがお金関係とか、YouTuber ってどんぐらい稼いでんのとか、まあ身内にまで言われるんで、まあ普通の方の感覚からしたら、まあ YouTuber ってそのなんだろう、仕事っぽく見えないからこそ逆にそのお金のことが謎に包まれるというか気になっちゃうっていうのがあると思うんで、今回はお金のことを話していくんですけども、4つぐらいにまとめました。今どのくらいお金をいただいてるのかっていうことと、 YouTube が見られることによって入る仕組みと、あとは YouTube の収入がめっちゃ落ちる時とか、あとはその私が考えるそのお金への価値観、この4つを話していきます。で、確かにいろんな芸能人とか、まあ、芸能人かわかんないですけども、あとスポーツ選手とかって契約金が何億円とか、なんかそういうお金をドーンって出したりとかするじゃないですか。それって確かにその今後スポーツ選手になりたいっていう、まあ、子供たちへの夢っていうか、なんかロマンがあると思うんですよ。で、 YouTuber って、まあ、私のすごい個人的な考えなんですけども、あんまり長くできる仕事だと思ってないんですね。やっぱり見られる側の仕事だから、その見た目のその変化、要は年齢による劣化とか伴って、だんだんとその思ったような人気が得づらくなってくるってことを考えると、若いうちにバリバリ働いて稼いで、それで40、50で引退みたいな、まあ、勝手な考えですよ。で、引退したらその裏方に回るみたいな、プロ野球選手で言うと2軍のコーチになったりとか、なんかいろんな解説者になったりとかあるじゃないですか。だからそういう感覚なので、まあ、YouTuber も YouTuber で、なんだろう、見せれるロマンはあった方がいいのかなっていう、もっと一個人の考えです。はい。ということで、じゃあまず一つ目の質問いっていきますね。カノンさんいくら稼いでるんですかっていうことなんですけども、これ私以前もちょいちょい話してて、まあその度にその大人の方から、いやーちょっとみたいな、あからさますぎませんって言われるんですけども、まあ大体まあ平均的に言うと、まあ7桁以上いただいてます。7桁の、まだ、そうだな、まあ、毎月、まあ、新車の車は買えますっていうことです。なんでここで差し渋るんだろうな。散々昔、今年はこんぐらいだよみたいなこと言ってたのに、今更みたいな。大人って難しいね。ぜひ過去動画見てください。そしたらわかるんで。その時よりはいただいてます。はい。うわー、どうしよう、やばい、怖いよ。え、ちょっと待って、テンション感わかんなくなってきた。で、今やっぱ iPhone 撮ってるから、なんかすごい黒い服着ると iPhone って黄色くなんですよ、画面全体が。やばくない？黄色いよね。これこうやってやったらどうなんだろう。変わんないか。二つ目が、一歳生につき 0.1 円なのっていうことなんですけども、厳密に言うと人それぞれです。私はで言うと、あ、これもね、ちょっとね、ほんとダメなんですよ。なので、0.1 円ではないということをお伝えしときます。0.1 円だったとしたら、私多分、1ヶ月に、今よりも収入、多分半分どころじゃないですね。半分以上半減してしまいます。0.1 円だったら。っていうのも、YouTube ってその、今だと、8分以上の動画には、間に広告を入れることができるんですよ。なので、途中に来る広告を見られれば見られるほど、収入が上がるっていうことです。ただ、途中に出てくる広告、だから YouTube、を見始めてから3分目6分目とか出てくるじゃないですか、広告が。つまり3分後に出てくる2個目の広告を見せるためには、面白い動画作んなきゃいけないんですよ。面白くなかったら途中でやめちゃうじゃないですか。そうなると2つ目の広告見てもらえないから、とりあえず広告をいっぱいバーって入れればいいっていう話ではないんですよね。長く見てもらうためにはいい動画を作んなきゃいけないっていう感じです。なので人によりますけども、ただ特に教育系の動画を出してる方とか、お化粧系の動画を出してる方っていうのは、広告の単価が、0.1 よりも高いです。なぜならその教育系の動画見てる人たちって基本的にお金を持ってる層がいるので、 CM を見たらその CM の商品を買ってくれる人が比較的多いっていう、まあなんかそういうなんか流れなんですよね。着付けの YouTuber さんとはもうほんとすごいんですよっていう感じです。じゃあ3つ目いきます。収入が上がる時期と下がる時期がありますっていうのも、例えばクリスマスシーズン
シーズンとかもうすごい経済が回るじゃないですか。クリスマスにはちょっと贅沢しようとか、プレゼントを買おうとか、なので世間の人たちがいっぱいいろいろなものを買うっていう時期なんですね。ってなると企業側もその冬のクリスマスの時期にいっぱい広告を出すんですよ。 YouTube にコカ・コーラとか朝日とかちょっとわかんないですけど、車とかもいろいろバーって、もうクリスマスの時期にみんな買いたい欲が、まあ購買欲ですかね、購買欲がいっぱい出てくるから広告いっぱいバーってなると、我々 YouTuber 側にはその企業がいっぱいバーって出した広告の恩恵がドーンってくるんですよ。じゃあ逆に購買欲がかきたられない、かきたてられない時期っていうのが、確かね夏前かな、6月とか5月とか、もうその辺落ち着いちゃうんですよ。広告のその主たち、そういろんな企業で大企業ですよ、があんまり YouTube に広告出さないから、夏前と冬場では全然収入が変わるっていうこと。なので冬とかってもう YouTuber さん毎日投稿とかすると思うんですけども、まあ、そういうことなんですよ。もう本当に毎年6月ぐらいは怖いんですよ。もうびっくりしますからね。例えば平常がこんぐらいですよ。平常こんぐらいですよ。冬こんぐらいなんですよ。で6月はこんぐらいなんですよ。やばくない？そして最後、私が感じるお金への価値観っていうことなんですけども、まず一つ目が、あまり無駄遣いをしなくなったっていうことです。っていうのも、YouTuber をやらさせていただいてから、まあ、専業で今やってるんですけども、ある程度のお金をいただくようになると、それを自分に使おうっていう考えじゃなくなるんですね。それを使っていい動画を作って、それで動画の方を盛り上げたい。で盛り上がったら自然と後からお金は回ってくるんで、うん、そうだな。逆に私がずっとアルバイトしていた時期の方が無駄遣いが激しかったですね。いらないものとか余計なもの買ったりとかしたりとかしてたんで。で今こう動画をこう出してるんですけども、やっぱりいい動画を作るためにはいい編集マンさんとかにもお願いする必要が出てくると思うんですね。視聴者さんをいかに飽きさせないようにするかっていうこと、だんだんと見られるようになると、やっぱり求められるものがすごい大きくなってくるんですよ。確かに視聴者さんの中には気楽にやった方が素な感じが出てていいよっていうのもあるんですけども、ちょっと普段の動画よりあえてラフな動画を出したとするじゃないですか。そうなると、え、もしかしてネタ切れみたいな、ネタ切れなのみたいな、すごい言われるんですよ。でそれがすごい私としてはわー申し訳ないなと思っちゃって、だからなんか一つの動画を作るのに、いや、ね、全然すごい動画出せてないですけども、でも今の私なりの感覚の中では、まあ、真面目にやってるんですね。でそれで、え、何を言おうとしたっけあ、そう、なので今まではカップ麺を食べる動画出そうって言ってズル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 ってこうやってやるじゃないですか。それで OK だったんですよ、数年前までは。それで、あ、かんちゃん頑張ってね、よくすすれたね、美味しそうに見えたよって言われるんですけども、今私がカップ麺食べますズルズルってやったら、え、もうネタ切れなんだ、登録解除しますって言われるんですよ。やばくない？私もそれが嫌だから、だったらもう自分のプライベートにお金を使うよりかは、動画のクオリティを上げるためにいい編集者さんにお願いして動画を盛り上げるように作ってもらったりとか、こういう部屋のその照明とかいろんな機材とかに回して、なんかもう本当視聴者さんに飽きさせないように、まあ、なるべく満足してもらえるようにするためのお金の使い方に変わったっていうことですかね。まあ服とかもそうなんですけども、もうまあ今私ちょっとごめんなさい、全身ほぼ自由なんであれなんですけども、でも本当に昔は1年2年ぐらい服買わずにずっと同じ服、毎日の同じような似たような服着たりとかして、でもそれって視聴者さんのことあんまり考えてないっていうか、なんか動画のことよりもやっぱ自分のプライベートでなんか好きなもの買ったりとかするためにお金を回したいから服を買うのやめたりとか、でも今だとやっぱり少しでも視聴者さんにその視覚でも楽しんでもらえるようにしたいから、ちょっと頑張らないとなみたいな、だからいい意味ですごいプレッシャーを自分にかけてます。それだな、うんうん、それだ。わあ、本当に私もうどうやって言葉を選べばいいか分かんないからさっていう感じなんですよ。なので、まあ、お金のことはもういろいろ賛否両論ありますよ。私もこういう以前に動画出しました、あの収入今月はいくらでこんぐらいもらいましたって言って、あのお金のうちわみたいなことやって、もうめっちゃバッと来て、あ、これやらかしたなって思ったんですよ。なので、まあ、その時のようなテイストじゃなくて、今回はその私のその考えっていうか、まあ、こういうことをあえて見せることでいい意味でなんかロマンを与える、まあでもそういうロマン与えるかって、私じゃなくてヒカキンさんとかああいう人たちの役目、あ、ごめんなさい、難しいな、難しい
少しでも、お、YouTuber も仕事なんだみたいな感じで、まあ仕事のつもりでやってないですけどね。仕事のつもりでやってないから私たまに病んじゃうんですけどね。私これ大丈夫かなみたいな。同級生の友達とこう同窓会とかたまにするんですよ。月1ぐらいしてるんですけども、その時にみんなやっぱ社会人だから社会科見学、社会経験がある人たちなんですよ。で、まあ、友達同士で、うちの上司がさ、あんな感じでこうなんだよみたいな。で、私はさ、部下がこうやって入ってきて今指導でさって。で、その話を聞くじゃん。私って何してんだろうみたいな感じで、ちょっと焦るんすよね。あれって、私なんか部屋で iPad の開封とかしてるけど、これって果たして世の中に誇れることしてんのかなみたいな、一瞬病むんすよ。なので、まあ、そういう焦りの隙をなくすためにも、外部の人にこう仕事を委託したりとかして、仕事じゃないけど仕事をやってるような感じに自分を持っていくっていう、まあそういうマインドを立てて、まあ、2020年はやってますねっていう感じです。満足いきました。結構お金のこと聞かれるから、まあヒカキンさんとかああいうトップのレベルの人たちっていうのは大体想像つくじゃないですか。何億円とかなんかもうブワーってこうやってお金もう使ってるじゃん。でもさ、こういう私みたいなレベルの YouTuber さんってさ、まあ中途半端なんで、どんぐらいの規模感でやってるのかって分かりにくいから、まあ少しでも参考になれば嬉しいですっていう感じです。よかったかな、不安になってきた。はい、少しでもですね、今回の動画が良かったよって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、あと LINE の公式アカウントもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。不安すぎる。